ニューカレドニア、イル・デ・パンのウピワン。イル・デ・パンは太平洋上に位置する島であり、ニューカレドニアの列島に存在するフランスの海外領土である。同党を中心としたヌーベル・カレドニー準権に存在する同盟のコミューンであるイル・イコール・デ・イコール・パンについても本校で記述する。同党はヌーベル・カレドニー準権のコミューンであるイル・イコール・デ・イコール・パンの一部である。 しばしば天国に最も近い島のニックネームで親しまれる。日本ではその称号は森村勝ツの著作、天国に一番近い島からロイヤルティ諸島の一部であるウベア島がそう呼ばれている。色とりどりのラグーンでのシュノーケリングやスクーバダイビングで知られる。数多くの種類の熱帯魚やサンゴ礁を透明度の高い海水の中に見ることができる。国へとも呼ばれる。 道島は、南位22度37分統計167度29分、南位22.617度統計167.483度、マイナス -22.617、167.483に位置し、南北1 5トル、東西1 3トルの大きさである。ニューカレドニアの本島である、グランドテール島の南東、道順県の首都ヌーメアから約キロメートル南東に、 離れている。1097メートルの滑走路を持つ空港を島内に有する。ニューカレドニアバリアリーフに取り囲まれている。住民のほとんどは原住民のメラネシア人のカナックで、島人口は2006年現在で約2000人である。1989年には1465人であった。同等は動物に富、王冠ミカドヤモリやヤモリの世界最大種。 次を見門や森島、ユニークな種が生息している。島内固有の種のエスカルゴが生息し、島内でのみ食用に供され、島外への持ち出しは禁じられている。沿岸山は標高262メートルで、島内最高峰の山である。幹線道路からの登山道がある。1774年、ジェームズ・クックがニュージーランドへの二度目の渡航の際に発見した。 背の高い同地固有の南洋すぎかの植物アウカリア、コリムネリスが自生しているのを目撃したことにちなんで、松の島と名付けた。クックは、上陸はしなかったが、住民が存在することを確認したと言われている。1840年代に、プロテスタントとカトリックの両占教師が、白弾商人と共に上陸している。1853年に、フランスが領有を宣言し、 同時期に土着の島民たちがカトリックに改修した。1872年には同国の流刑地となり、パリコミューンから3000人ほどの政治犯が送り込まれた。1879年に全員が謝面され、本国に返された。フランスの行政区域としてのいるイコールデイコールパンは、同東とことも、島、南東の,のカンウィ島などの小島、キロメートル東に、 位置するウォルポール島を含めたフランスのコミューンである。コミューンの行政的機能は道島内の南東地区の集落、バオに置かれている。バオは市庁舎、カトリック教会、学校、銀行の損する道島の最大集落である。サンモーリス湾を隔てた東側にはことも島と接している。1989年から市長を務めるイラディオン・バンデグーは 1870年に女王となったオルタンスを生んだ、州長一族、バンデグーの末裔である。主な集落は他に、クトワン、カヌメラワンに面したクト、ウアメオワンに面した、コジュウ、オロワンに面した、オロ島がある。ルメリディアンホテルリゾートが、オロ地区に、ルメリディアンイルデパンを構えるほか、コジュウやクトに、ホテルや地元のカナックたちが経営するバンガローがある。 補充には、島内唯一のダイビングサービスである、国エスクーバセンターがある。食料品店は島内にわずかに点在するのみで、スーパーマーケット等はない。イルデパンの内陸にある空港とヌーメアの国内空港である、マジャンタ空港を、毎日数便のエールカレドニーのプロペラ機が結ぶほか、高速船が週に3往復する。離島へは、定期船はない。国際線は、 ヌーメア国際空港に発着するため、マジャンタ空港へ向かうには、シャトルバスの手配、またはタクシーを利用する必要がある。空港間は、約 50km 離れており、同日中にイルデパンへ移動するには、ヌーメア国際空港の到着時刻やマジャンタ、空港への移動手段、所要時間等の事前検討が望ましい。区と場を、小獣及び空港を通る、幹線道路以外は、 ほとんど未舗送である。交通手段は自家用車及びレンタカー一車のみのタクシーである。観光地のカヌメラ湾には館長の際に地続きとなる小島がある。その小島に対し、私有を主張している現地人の一族がおり、許可なく立ち入ると強制的に排除される。2002年、この小島で日本人女性の多殺遺体が発見されている。 島の私有を主張している、この一族の男性2名が、小島への排除行動などを状況証拠として、起訴されたが、物証がなく、証拠不十分として、無罪判決となっている。この殺人事件は、未解決である。コトリップ海外版ニューカレドニアアキフミ社、2015年、82ページ。ISBN 978から4から398154774。39 AB 裁判記録法人女性を殺害か、ニューカレドニア47ニュース法人女性殺害で、無罪不通料ニューカレドニア47ニュース。ありがとうございます。